おはようございます。2021年9月6日月曜日朝6時です。良くないです。天気は晴れ曇り、まあ一応晴れです。気温の方は24度、風は吹いてないです。ほとんどっていうか、この時間やっぱね無風になるんですよね、一瞬なんですけど、おそらく東風がずっと吹いてた関係かな。流れそうです。ただね、インサイドね、こことかねちょっと厚めなんですけど、インサイドちょこっと乗れそうじゃ乗れそうなのがあるかな、厳しいかなって感じです。まあ誰も入ってないです。遠くをずっと見渡しても、まあアウトの方もなんか割れるんですけど、トップだけダラダラダラって割れるような感じで、乗れる波はないですね。逆にもうインサイドの方がまあちょっと掘れて浅いかもしれんけど、そこの方が乗りしろはあるかなって感じです。にしてもまあまあちょっと厳しいですね。まあ地形が悪すぎます。ちょっと台風がちょっと入ってくれんと、これはさ、干潮で下げればねやれるとこあるんですけど、このこれでもう大潮回りになってるはずなんで、朝満潮なんですよね。この朝の満潮はもう厳しい感じですね。で今日の干潮が11時20分なんで、お昼前ですね。まあそれぐらいでないとちょっとやれんかなっていうとこです。でまあ明日明後日ですけど、ちょっと波っ気が出てきそうな感じです、木曜ぐらいまで。なのでまあまあそのうねりにちょっと期待をしたいなとは思いますけど、でもちょっとあれだね、アウトで割れるかなっていう感じです。まあ割れそうなところはありますけど、明日の朝またチェックしてみようかと思います。ちょっとほんとここんとこ厳しすぎですね。潮が下げんとやれんっていう感じなんで、朝一チームにはかなり酷な、先週もですけど今週もになりそうです。まあそんな感じなんで、朝の波状況ね終わろうかなと思います。いつもねご覧いただいてありがとうございます。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。手前側が来たねこれね。よいしょ。
中があります。というわけで朝の波状況終わろうかと思います。ありがとうございました。今朝も音畑修賀がお伝えしました。それではまた。